男子走り高跳び予選。男子やり投げの予選ですが、自由が丘、福岡の原田君が 63m21 をマークして、まず決勝に駒を進めました。女子七種競技走り幅跳び1組2組、最初の跳躍者は港谷由紀奈さん、フスちゃん、北海道阿部さん、阿部南さん、福島西、福島。それではトラック競技も開始です。最初の種目、女子 200m 予選第1組スタートです。
子七種競技走り幅跳び1回目、2組 B ピットで幕本文京ヘンプリンさん1本目に5メートル61をマークしました。732点を獲得です。続いて紫実業青森の鈴田さん、最強のノートさんと続きます。10時のコンディションです。気温31度、湿度 42%、 東北東の風 0.3 メートルです。マイナス 0.3 スクリーンをご覧ください。予選の第1組の結果が確定いたしました。1着の杉山さん、創業神奈川、2着の橋本さん、春日部東埼玉、2名が準決勝への切符を手にしています。やり投げの予選、西武文理埼玉の遠藤君が62メートル12をマークして予選通過です。女子 200m 予選第2組スタートです。予選第2組の写真判定の速報です。1着は山下優香さん、津田香川、24秒91。2着は長森愛理さん、春日部東埼玉、24秒93。3着中野誠さん、安城学園愛知、25秒12。4着坂口優香さん、練馬北北海道、25秒13。やり投げ一宮みなみ愛知の坂本君、65メートル36を予選通過です。女子7種競技は1回目の審査になります。2組 B ピット東南東と伊藤さん5メートル1をマークして562点。
5m26 をマークしています。そして1組続いて太田女子平石さん、その前ザクザク栃木上野さんは 5m42、677点獲得です。あ、出た。ボラードさん、25秒39。予選2組の結果が確定いたしました。1着の山下さん、2着の長森さん、準決勝進出です。女子 200m 予選第3組のスタートです。スクリーンには写真判定の速報です。1着江口琴美さん、翔平埼玉、24秒62。2着森美優さん、東北宮城、24秒65。3着柴山沙耶香さん、志学館愛知、24秒71。4着村山しおりさん、久留学園山形、25秒05。映像男子走り高跳び、ザクサの側リピット予選2組は最初の高さ 1m95 の試技、1回目の跳躍をすると思いました。現時点でこの高さを11レーンがクリアしております。1組は A ビット、正面スタンド向かって右側がその表示。スクリーンをご覧ください。 200m 競争予選は第3組の結果が確定しています。江口さん、森さんが準決勝進出を決めています。そして女子の流し競技、向かって左側が2組 B ビットの表示です。1回目の後半です。1組 A ビット続いて上田さん、敦賀ケリー、そして奈良市通り2組 B ビット、福岡大若田の平野さん。
1組でも 1m90 が最初の長さ1回目の跳躍を成功を終えました。これから2回目に入りますが、1回目で11名がクリアです。やり投げは森君、70メートルラインを超えてきました。もちろん5センチ以下です。70メートル38。インターハイの大会記録は73メートル98、そして日本高校記録は76メートル54です。トラック競技女子 200m 競争予選は第4組のスタートです。女子七種競技走り幅跳び、まもなく1回目が終了します。続いて園田上谷さん、その前白梅学園高橋さんは5分で何周分番組で、この種目現在トップ774点を獲得。スクリーンには女子 200m 競走予選の第4組、その写真判定の速報です。1着は増永さん、流れ山南千葉24秒98。2着に江戸川さん、東京高校東京25秒16。3着北川さん、熊本学園大学附属熊本25秒26。4着田村さん、東筑福岡25秒55。スクリーンをご覧ください。女子 200m 競走予選第4組結果が確定しています。増永さん、江戸川さん、準決勝進出です。正面スタート前の女子七種競技走り幅跳びは2組 B ピット6回目になります。
女子ガラス競技もガラス競技、1組エピックも2回目に入ります。女子 200m 競走予選は第5組のスタートです。スクリーンをご覧ください。予選第5組の判定中の速報です。1着秋田梨沙さん、星稜石川、24秒90。2着上野望さん、筑紫女学園福岡、25秒02。3着向根千佳さん、北陸福井、25秒49。4着大阪恵里子さん、東大阪大敬愛大阪、25秒51、向かい風 1.6m。 女子 200m 競走予選は第5組、結果が確定しています。秋田さん、上野さんが準決勝に進出。映像男子走り高跳び、ただいま正面スタンド側1組で北川敦則君、鶴垣君、福井、そしてバックスタンド側ビンビット荻野海斗君、小根西志賀2名が 1m90m でクリアいたしました。女子ガラス競技走り幅跳び、ビンビットを2回目入っています。京都文京ヘッピングさん、記録をまた伸ばしました。 5m79、 786点。Thank you.
女子 200m 競走予選は第6組のスタートです。スクリーンをご覧ください。 200m 競走予選第6組の写真判定の速報です。1着渡辺ひかるさん、富士市立静岡25秒23。2着松永里奈さん、小倉工業福岡25秒41。3着梅木孝代さん、東南京都25秒44。4着広沢麻衣さん、八王子東京25秒53。向かい風 1.3m。 男子走り高跳び予選2組、丸山信君、鶴岡工業山形が 1m90、 3回目にクリア。そして予選1組では、恵比寿谷雄一君、陸上福岡が 1m90 を2回目でクリアした。大会本部から関係の皆さんにお願いいたします。この大会は高校単位での場所取りを禁止しております。これは申し合わせをさせていただいておりますので、スタンドに地域を決めての場所取りご遠慮いただくようにお願いいたします。先ほども主催者の方で撤去させていただきましたが、その後また場所取りがあるということで、ご指摘をいただいております。もう一度時間を改めて撤去いたしますけれども、その前に街頭の高校の皆さんは対応していただくようにお願いいたします。女子奈良市競技走り幅跳び、ただいま4時2組のピット田代さん、大館国際情報 5m28 記録を伸ばします。そして国学院栃木の上野さん、組間に 5m46 です。やり投げの予選は2回目に入りました。62メートルが予選通過標準記録になっていますが、1回でクリアしたのが6名です。残ったメンバーで2回目の投てきが始まっています。スクリーンをご覧ください。女子 200m 競走予選は第6組確定しています。渡辺さん、松永さんが準決勝進出です。男子走り高跳び、メインスタンド側 AB と1組分の 1m90 を2回目の試技を終えまして、ここから3回目に入ります。
子 200m 競走予選は第7組のスタートです。スクリーンは予選の第7組初心判定の速報です。1着青山聖火さん松江商業24秒79、2着河村さん盛岡第一岩手25秒83、3着西尾さん大阪高校大阪25秒82、4着深川三重、失礼しました、深川さん八代東熊本25秒37、向かい風 1.3m。大会本部からいろいろなお願いをお知らせして大変申し訳ございませんが、先ほどの場所取りのお話、その他にメインスタンドの真ん中の段、通路がございますが、こちらで立っての応援、大変恐縮ですが、気取らない応援をお願いしているように、下の段、上の段にご移動お願いします。後ろから見えづらいということでご指摘を受けております。どうぞ、前の段、後ろの段に移動しての応援をよろしくお願いします。スクリーンには、200m 予選第7組、確定いたしました結果を表示しています。青山さん、川村さんが準決勝進出です。男子走り高跳び、メインスタンド側1組、津波大輝君、早丸沖縄、そして藤田ケアリングライム君、新潟産業大附属新潟、1m95、3回目でクリアです。
子競技走り幅跳び2回目の後半です。1組デビットの上田さんの跳躍です。続いて白浜学園の中井さんは2組のデビット。バイキング美味しい、バイキング美味しい。女子 200m 競走予選第8組は準備が整いました。スタートです。大阪大敬愛大阪25秒33、向かい風 0.5m。 男子走り高跳び予選は1組平山健一と翔平埼玉がただいま 1m90 の3回目でクリアです。
A ビットは1m95 の3回目が行われております。ただいま堀越東京の鈴木海平君見事にクリアです。続いて函館ラサール北海道の川口君。コントしてるみたいな中までずっと寝れないんです。女子 200m 競走予選は最終組第9組のスタートです。Thank you.